皆さん、超人ウィーク1日目、お疲れ様でした。皆さん、一つのいい習慣、始められたのかな？俺、今日の目標は、朝5時半に起きること。で、昨日寝る前に、エアコンつけっぱなしだったから、朝起きたら、喉カラカラで、まあ、絶好調だと言い切れない状態だったが、とりあえず、朝5時半、起きられたんで、まあ、その後結構ダラダラしたんだけど、とりあえず目標達成したから、今日は俺は100点満点。そして明日の目標は、まあ今日と同じく朝5時半に起きて、そして15分勉強する。15分は少ないけど、毎日続けることが大事かなと思います。皆さん、1日目お疲れ様でした。明日からも2日目、超人ウィーク頑張りましょう。